旅は続く。景色はやがて砂漠に変わっていた。気温40度、灼熱の太陽。水分をどれだけ取っても太陽が体を直に乾かしていく。果てしなく続く砂丘。あと何時間行けば次の町にたどり着けるだろう。3時間もすると僕は町に出た。ブンタウというその町。つかの間の休息を取る。町の人は優しく笑いかける。僕はそれだけで力をもらう。次の町まで再び走り出せそうな気がした。夜、そこからは月が見えた。夜空の下のシャワー、海の香りがここまで届いていた。一日の最後、ゆっくりと汗を流す。
200キロくらい走っただろう。その道のどこかに少しでも何かが残っているだろうか。そんなことを思いながら僕はゆっくりと眠りに落ちていく。